At Keio University, Professor Eisuke Yoshida, in the Faculty of Business and Commerce, does research primarily on how management accounting systems affect organizational change. In this field right now, Professor Yoshida is concentrating on research called tension management, how to manage tension situations in organizations.もともとはまあテンションマネジメントっていうのはまあごくごく最近ここ数年ぐらい海外でも注目されるようになっている比較的新しいテーマでして、もう少し具体的に言うと、例えば欧米の企業だとそのまあ管理職の人、課長さんとか部長さんとかもっと役職の高い人でもその業績の目標っていうのをまあ我々コミットメントするっていうんですが、業績の目標を最初に今月はとか今年はいくらいくらの売上を達成しますとか、これくらいの利益率を達成しますっていうことをまあ約束をして、その目標に対して結果がどうなるのかっていうことに対して責任を持つっていうようなマネジメントスタイルがまあ欧米では一般的なんですね。 In many Western businesses, targets are set at generally achievable levels. It's been considered that targets like thatinspire members of the organization to meet challenges. Such targets also improve motivation and give plenty of priority to planning and control. By contrast, Japanese businesses set tough targets that are hard to achieve. Reports on surveys show that failing to achieve targets has become the norm in Japan. 結構だから欧米と日本ではマネジメントのスタイルが違う。でこの日本のマネジメントスタイルの意味は何なんだろうかっていうのはもう10年ぐらい考えている。でそこで最近ふと思い出したのが、その目標が達成しない、でもその達成しない状況がいつもずっと続くんですね。そのこと自体に何か意味があるんではないかということを考えた時に、その目標未達の状態が続く、その厳しい状態、そういう組織のコンテクストを作り出すことこそがこう機能しているんじゃないか、それがこうテンション、日本語で言うと張りだとか緊張状態だとかっていうような、その組織が張り詰めた状態っていうのを作ることに対してこう機能しているんじゃないかっていうのを考え出したのがここ数年ですかね。Tension management is said to affect not only results regarding targets, but also the organizational context itself. Providing an advanced theoretical framework for tension management based on detailed case studies and experimental research apparently yields many contributions and ripple effects.その業績目標の高い低いだとかっていうのが、高いからいいとか低いからどうだとかっていうことではなくて、おそらく私が今思っているのは、組織ごとに何らかのこう戦略的な意図がある、戦略的にこの組織をこうしたいっていう、こう戦略的な意図があって、それに対して一方でまあ組織にたくさんの人がいますと、この人たちが作り出す何て言うかな、組織文化だとか組織の慣習傾向なんかっていう組織のコンテクストがあると、この2つによってこの何て言うかな、効率効果的な、テンションの在り方っていうのは違うと思ってるんですね。だから最適な解が1つあるというよりは、どういう戦略意図を持っていて、今現状組織がどういう組織コンテクストにあるのかっていうことによって、あるべきテンションマネジメントのあり方が違うんだと思うんですね。でこれに対して何らかの一定の理論化っていうのは、そう時間がかからずにできるんじゃないかとは思っています。